明日死んじゃうの。京子はさ、やってみたいこととかってある？100個。100個？会いたい人に会って、行きたいとこ行って、やりたいことやってんねんて。僕の愛する人が余命を宣告されました。あなたならどうしますか？ねえ。ん？何？何も言わず強く。これ以上何が欲しいねん。楽しく生きたらいいのよ。でも分かんないより先に大事なんだよ。大丈夫、いいことあげますから。絶対やりたいこといっぱいあるから。ありがとう。